はい、タチャハオ、こんにちは、シャメイです。本日は監禁中第2回かな、やっていきたいと思います。前回チャプター1の1とチャプター1の2をクリアいたしました。というわけで、チャプター1の3からですね、隠れた手がかり。椅子、普通のオフィス用っぽい椅子だ。座り心地も普通だな。ホワイトボード裏返せないかな。ホワイトボードには何も書かれていないが、目を凝らすとうっすらと消し跡が見える気がしないでもない。これが読めるやつなんていないと思うけど、一応撮ってみるか。これね、こういうの意外とね、撮影した上でね、色調補正すると見えたりするんだよね。よくハガキとかをさ、加工してさ、なんかペイントツールとかでさ、塗りつぶしてるんだけど、あれ結構ね、色調補正すると下の字が読めたりする。怖いですね。だけど一応撮ってみるかということで。写真について、部屋の中のものには撮影ポイントが隠されている場合もあります。撮影ポイントはそれが隠されているものを調べることで出現します。撮影ポイントをタップすると写真を入手できます。はい、フォトゲット、はい、ツイッターにアップしました。ライムが来ておりますね。ライム見るか。撮影した写真は架空 SNS Twitter に投稿されます。 Twitter は上の Twitter マークから開くことができます。お、月野くん Twitter 見た。お、何か分かったのか。これ、こういうホワイトボード学校でもよくあるけど、これって裏面も使えるタイプじゃないか。あ、裏面も見てみろってことか。ホワイトボードは両面使えるタイプ。よし。あれ ?3 がもう終わったけど、1の3が。1の4に行ってしまった。ふぅ。連絡を取ることができる。写真も送ることができる。今できることが分かって少し冷静になれた。落ち着いてじっくり調べてみるか。ん?はい。その前にこれ裏面みたい。よし、裏面にひっくり返そう。むむ?消えかかっているけど、なんとか読めるな。新卒採用面接、学生配布資料、一次面接。13時から14時、グループディスカッション、資料 P12 参照。14時から15時、プレゼンテーション、資料 P15 参照。15時から16時、休憩。16時から、二次面接について説明。終了。フロアガイド、資料 P22。上記資料は、鍵付き書類棚で管理すること。撮影しとっか。OK。フォトゲット。Twitter にアップしました。他は、同じものが、この、違う、この黒板消しみたいなやつを、ちょっと触りたかったんだけど、ダメだ、真ん中に座れる。はい、わかったわかったわかった。これ装備中ってどういうこと?合成?合成?合成?他は、なんかテーブルの裏とかになんかない?そんなものはないか。
この天井のこれは何？エア、いや、プロジェクターか。じゃあ、左行ってみるか。左は何もなさす、ん？ただの壁だ。特に目立ったところはない。この天井は？関係ないか。むむ？ん、何これ？書類棚だ。ガチャガチャガチャ。鍵付き書類棚だ。あ、ごめんなさい。どう、ダメか。この下は？何も入ってないな。これはシュレッダーか？これはシュレッダーだな。うちの職場で使ったのとちょっと似てる。箱越しに細長く刻まれた紙が見える。お、ライム来てる。あ、とりあえず月野くんから見てみるか。はいだ、このシュレッダーなんだけど、中を調べてみたか？いや、見てないけど。重要な内容だから読めないようにするんだと俺は考えるけどな。なるほど、見てみるよ。どうせ細切れてて読めないって思ってたけど、確かにシュレッダーにかけるのはそういう大事な書類だよな。手がかりになるかはわからないけど、一応中を見てみるか。シュレッダーの中身は重要な内容かも。シュレッダーはね、実は時間をかけたら復元できちゃうんで、本当に重要なものはちゃんと処分した方がいい。で、日向という子から。おや、日向18、大学1年生。子供みたいに騒がしいけど懐っこくて可愛い後輩。お嬢様育ちで少しわがまま。それってお金で解決できる？すごいこと言っとる。ハイダくん？ソラちゃんから聞いた。誘拐とかやばすぎだし。ソラのやつどんな説明しているんだか。でも説明の手間が省けたな。ひなた、子供みたいで騒がしいやつだが、懐っこくて可愛い後輩、お嬢様育ちでちょっとわがままだ。誘拐？警察呼ぶから捜索させるし、誘拐犯絶対許さない。別に誘拐って決まったわけじゃん？ハイダくん、犯人に心当たりないの？犯人か。脱出することに手一杯であんまり考えてなかったけど、特には。犯罪ってね、知人が犯人だったりすることが圧倒的に多いんだよ。というと？閉じ込めたのってソラちゃんだったりしたりして。は？はあ、そんなわけないだろ、バカらしい。バカじゃないもん。ちゃんと動機もあるよ。前にツイッターで節約しているって言ってたから、お金に困ってるんだよ。それでハイダ君を誘拐して身代金を要求するつもりなんだよ。そもそもハイダ君と付き合ったのもお金が目当てなんじゃないかなって。わかったわかった、可能性はなくもないとは言えないでしょ。つまりないんだけど。新たな手がかり、犯人は知人の可能性が高い。とりあえず犯人探しは置いといてさ、ひなた、これ見覚えないか？さっきハイダくんのフィッターで見たよ。どう思う？キモい虫。ひなたはあんまり頼れそうにないかな。そっか、ありがとう。まあ、なんか気づいたことあったら教えてよ。うん、絶対助けてあげるからね。おう。あ、
1の4まで終わってしまった。意外と1の4まではまあまあの時間あったな。ちょっと待ってね、10分か。次も行くか。さてチャプター1の子、これは空の段ボール箱が積み上げられている。あんまり意味ないか。シュレッダー中身確認しよっか。ウヘアウヘア。シュレッダーの中にはチリチリの紙くずが入っていた。こんなの復元するのは無理だよな。フォトゲット、フィッターにアップしたよ。とりあえず戻るか。あとはん、ちょっと待ってね。ホワイトボードに資料は鍵付き書類棚で管理することって書いてあったっけ。確かに面接内容の書類が漏洩するのはまずい。絶対に見ちゃダメだよな。絶対に。ダイヤル上を適当に回してみた。やっぱり開かないか。ですよね。ライム見ようか。これもしかして復元しようとしてる？いや、さすがに無理そうだと思ってまだやってないよ。書かれてある内容がある程度推測できれば、何かの文字に着目して復元することもできるんじゃないかって思うんだよね。何かの文字か。紙くずの中の何かに着目すれば。へい。おや、とりあえずひなたさんから行くか。会社って結局どこでも一緒なんだね。どうしたんだ急に。大事な数字はシュレッダーに。え？写真の右上の右端の上の方の、多分そう書いてあるんだよ。え？そんなのよく気づいたな。えへへ。パパがね、この間同じようなことを言ってたの。ディスク管理できてない社員ばっかりって。ダメ人間が多いんだよね。ひなたって案外意外と鋭いのかな。大事な数字はシュレッダーに。竹内君に。竹内21、大学3年生。真面目なやつで慌てず騒がずいつも冷静なやつ。竹内健建設株式会社の御曹司だ。それは実にマーベラス。ちょっと変わったやつだぞこいつ。マーベラスなタイミングでソラさんから連絡がありました。ひとまず怪我などはありませんか。竹内、真面目なやつで慌てず騒がず身を案じてくれるあたり一番冷静なやつ。竹内建設株式会社の御曹司だ。頭が痛む。思いっきり殴られたんだろうな。閉じ込めた犯人が戻ってくる可能性もあります。むやみに動き回らないように。わかった。あんまり動き回らないようにしておくよ。マーベラスの判断です。それが賢明かと思いますよ。確かに犯人が戻ってくるとなるとかなり怖い。何か目的があって俺をこんなところに閉じ込めてるんだろうから。竹内、これどう思う？先ほどあなたのフィッターでも拝見しました。ここまで醜悪なお菓子は見たことがありませんね。まあちょっと気持ち悪いよな。私残念ながらこの後すぐ大事な用事がありますので、あまり時間が取れませんが、できる限り力添えさせていただきますよ。
人物が増えてきた。クリアしてしまった。どうするかな、時間。16分か。もう、ワンステージぐらいいけるか。ちょっと行ってみる。さて、書類棚を開ける?あ、でもこれで全部か。ちょっと待ってよ。シュレッダーは?このダイヤル上の番号さえ分かれば。よし、ちょっと待ってよ。シュレッダーにあるんじゃないのかい?何かに着目して組み立てるって空が言ってたな。うん。この辺か?おや?おや?担当各位、総務部鈴木、管理番号の件、以前書類棚から重要書類の盗難報告があったため、月に一度管理番号の変更をすることになりました。確認をよろしくお願いします。書類棚管理番号9202。なんとか復元できたな。数字の書いてある部分だけを集めると全ての数字がつながった。大事な数字って日向は言ってたけど、きっとあれのことだな。メモ書き。ニュー。これ。じゃあ開けるか。開いた。あ、装備しながらやったらもう打ち込む必要もないと。よし、開いたぞ。中に何か入ってるな。面接者の皆様へ、新卒採用面接の内容について書いてある書類。これ中身は見れないのか。これがホワイトボードに書いてあった資料だな。8月6日、新卒採用面接について。ワングループディスカッション。あ、ワンじゃないわ。1グループディスカッションね。開発中の新商品、レインボーワームを各グループに配布しますので、30分間議論を行ってください。2、プレゼンテーション。グループディスカッションを経て、各グループ5分ずつ顧客に向けたレインボーワームのプレゼンを発表していただきます。1、2の総合評価で二次面接へ向けて選考を行います。第36回グリモリ製薬採用面接。面接者の皆様へ。あ、ごめん、今読んだけどもう全部。下に今から出てくる。これはもう読んだ。8月6日新卒採用面接って今日じゃないか。これって偶然なのかな。今日はグリモリ製菓の製菓かの採用面接の日。とりあえずページの最後のフロアガイドを見よう。
ほうほう。今俺がいる位置は多分ここだ。ふんふん。そして俺が気になったところは、まず隣の部屋かな。隣の部屋は面接室。面接中なら人がいるし、希望が見えてきたな。だって面接してるはずだもんね。新たな手がかりを見つけた。隣の部屋は面接中らしい。あ、6まで行ってしまったか。いや、まだ6、ごめん、6の最中か。ライムが来ておりますな。ソラさん。わかった。どうした、ソラ。さっきの虫みたいなの。フィッター、遡ったら見つけたの。これと一緒だよね。どう見ても虫にしか見えない。7つの味が楽しめるハードタイプのグミ。グリモリ製菓から奇抜な新商品レインボーワームの登場です。9月発売予定。グリモリ製菓。アイテムを入手しました。お菓子情報記念記事スクショ。 OK。 俺も分かったんだ、ソラ。俺がいる場所はグリモリ製菓だ。俺の調べた結果、ソラがくれたメッセージ。その2つが互いを裏付けるように重なり合った。俺がいる場所はグリモリ製菓。うん。あ、クリアした。じゃあ今回はここまでにしておきますかね。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。